せしました。JR 西日本無料くださいます。ありがとうございます。環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面行きです。大阪まで各駅止まります。車掌はサポーターです。大阪までご案内いたします。まもなく手羽田町、手羽田町です。出口は左側です。どうかな手を離してお待ちください。次は大谷、次は大谷です。携帯電話のご使用についてお願いいたします。マナーモードに設定の上、そのままご利用ください。優先座席機では、混雑時には電源をお切りください。乗車マナーにご協力をお願いいたします。次は鶴橋です。近鉄線、地下鉄線乗り換えです。近鉄線はホームの乗り換え口へ、地下鉄線駅出口へは前より階段、エレベーターをご利用ください。鶴橋です。出口左側です。
環状線内回り、京橋、大阪、西九条方面駅です。大阪まで各駅止まります。次は、玉造り、次は玉造りです。作りです。レジ左側です。降りの際、足元ご注意ください。地下鉄線乗り換えです。次は森の宮、次は森の宮です。森の宮です。地下鉄線乗り換えです。出口左側です。次は大阪城公園、次は大阪城公園です。大阪城公園、大阪城公園です。出口左側です。
中を進みください。ドア閉めます。次は京橋、次は京橋です。学研都線、京浜東西線、京本線と地下鉄線の乗り換えです。ありがとうございました。京橋、京橋です。出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。忘れ物ないようにください。足元ご注意ください。京橋です。関空快速陸空団行きと紀州路快速和歌山行きです。大阪まで各駅止まります。まもなく発車いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。関空快速陸空団行きと紀州路快速和歌山行きです。前から1号車、2号車の順で、一番後ろが8号車です。1号車から4号車、陸空団行き、5号車から8号車、和歌山行きです。車内のモニターまたはドアに、号車番号が表示されております。ご確認ください。乗り間違いないようご注意ください。大阪まで和歌山行き、止まります。次は桜の宮、次は桜の宮です。桜の宮、桜の宮です。出口は左側です。降りの際、足元をお注意ください。
次は天満、次は天満です。天満、天満です。出口左側です。地下鉄エントリー前です。次は大阪、次は大阪です。JR 神戸線、京都線、宝塚線と阪急線、阪神線、地下鉄線の乗り換えです。大阪の次は福島に参ります。ご乗車ありがとうございました。大阪、大阪です。1番ホームに到着します。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。大阪を出ますと福島、西九条、弁天町、大正、新岩宮、天王寺の順に止まります。停車駅にご注意ください。足元ご注意ください。大阪です。13時38分発関空快速臨空タウン行きと紀州路快速和歌山行きです。1号車から4号車が臨空タウン行き、5号車から8号車和歌山行きです。次は福島に停まります。福島、西九条、弁天町、大正、新岩宮、天王寺の順に停まります。
リンクタウン和歌山行きです。次は福島に止まります。まもなく発車します。手荷物は中へおいでください。しました。JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございます。関空快速臨空団行きと紀州路快速和歌山行きです。前から1号車、2号車の順で、一番後ろが8号車です。1号車から4号車が臨空団行き、5号車から8号車和歌山行きです。車内のモニターまたはドアの上に号車番号が表示されております。ご確認ください。乗り間違えないようご注意ください。阪和線のひげの駅で切り離しをいたします。まもなく福島です。出口右側です。福島の次は西九条に停まります。次は西九条です。西九条の次は弁天町に停まります。この電車は臨空タウン行きと和歌山行きです。天王寺から阪和線に参ります。次は西九条です。西九条弁天町大正新岩宮天王寺の順に停まって参ります。天王寺から阪和線参ります。堺市、三国ヶ丘、大鳥、伊豆美中、東岸和田、福和鳥、根の順に止まってまいります。西九条です。姫崎線、阪神線乗り換えです。ユニバーサルシティ駅お越しのお客様は、姫崎線桜島駅乗り換えください。出口右側です。降りの際は足元をご注意ください。西九条の次は弁天町に停まります。西九条です。ユニバーサルシティ駅お越しのお客様乗り換えください。
次は弁天町です。弁天町の次は大正に停まります。まもなく弁天町、弁天町です。地下鉄線の乗り換えです。出口は左側です。弁天町の次は大正に停まります。次は大正です。大正の次は新今宮に停まります。まもなく大正、大正です。出口左側です。地下鉄線の理解です。大正の次は新今宮に停まります。ドア閉めます。通知ください。
次は新今宮です。新今宮の次は天王寺に止まります。先列車でます。お立ちのお客さんは足元をご注意ください。まもなく新今宮の新今宮です。環状線内回り、鶴橋、折宮、京橋方面、大和路線、南海線、地下鉄線、阪海線の2階です。出口は左側です。新今宮の次は天王寺に止まります。宮です。忘れ物ないようにください。浜瀬に参ります。臨空タウン駅と和歌山駅です。次は天王寺に停まります。発車いたします。ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく天王寺、天王寺です。15番ホームに到着します。到着の際に電車があります。足元をご注意ください。環状線内回り、鶴橋、折宮、京橋方面、大和路線、王子、奈良方面と近鉄線、地下鉄線、阪海線乗り換えです。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。この電車は関空快速臨空山行きと紀州路快速和歌山行きです。天王寺の次は阪和線堺市に停まります。長井から杉本町方面堺市までの各駅ご乗車のお客様は阪和ホーム7番8番乗り場の普通電車ご利用ください。忘れ物ないようにください。天王寺です。
乗車ありがとうございます。韓国出発関西空港赤目駅です。失礼しました。韓国出発関西のリンクボタン赤目駅です。次は阪王線高橋線となります。発車後電車が揺れますので、足元にお気をつけください。揺れますので、足元にお気をつけください。しばらくの間電車が揺れますので足元に気をつけてください。ご案内をいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。関空駅に快速の臨空うどん岡山駅です。前の4時は1号車から4号車までが関空快速の臨空うどん行きです。後ろ4時は5号車から2号車は吉祥寺快速岡山駅です。途中の日田の駅で気になる人たちはお注意ください。隣の座席は堺市三国川岡大鳥泉口東岸和田熊取日田です。日田から内陸のリンクダウンは終点のリンクダウンで、後ろ4時は5号車から2号車の吉祥寺快速岡山駅は日田からは終点和歌山まで完璧に配ります。車掌は今のことです。日田までご案内いたします。次は堺市堺市です。堺市を出ますと次は三国川から止まります。折り口は左側に変わります。お手洗い部長前の後ろ1号車と後ろから4丁目5号車に止まります。荷物は座席の家には置かず板の上か網棚やけ座席は譲らずでお座りください。ご協力をお願いいたします。
車内での携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご用意ください。また運転座席とその付近では混雑時には携帯電話の電源を切ってください。皆様のご協力をお願いいたします。三国川から出ました時はポータルに止まります。まず上野市は筑野の各駅へお越しのお客様、おいてありましょうホームで後から来ます。普通電車をお待ちください。この電車は東岸方で各駅に止まります。区画下宿姫野駅に連続をしております。ゆっくり川から出ますと、陸を取りに止まります。これが左側です。川から基本の試合を見てください。
大鳥、大鳥です。東の衣方面は乗り換えです。大鳥が出ますと次は一日中に止まります。その日、北篠田、篠田は久米田、下松の各駅へお越しのお客様、各駅に止まります。各都市の記念の日は、大鳥の初号が岩鳥の村、2時20分の足です。この電車はこの先、東紀州で、各駅に止まります。各都市の記念の日に電車をお越しのお客様。始め口に止まります。まもなく発車いたします。
お待たせいたしました。お乗車ありがとうございます。関東気象時間速の臨空団若菜駅です。参り運行1号車から4号車までが関東快速の臨空団駅です。臨空団は2時39分の到着です。後ろ4時は5号車から8号車は気象時間速若菜駅です。若菜は3時7分の到着です。出入り口です。出口は右側に変わります。出入り口を出ますと次は東気象台に変わります。お手洗いは一番前の車両、1号車と後ろから4丁目、5号車に変わります。福祉地下宿のリンクウータン和歌山駅です。次は東岸に停まります。東岸で各駅に停まります。区間下宿稲の駅に連絡しております。電車を守る会社いたします。発車後電車が揺れますので足元の気をつけください。
達いたしました。次は東岸田です。これずつは左側に変わります。東岸田を出ますと、次は熊取に止まります。熊取からは各駅に止まります。東岸田で各駅に止まります。区間快速の切れの駅に到着しております。東岸田出ますと、次は熊取に止まります。お出口は左側です。岩岡手を後ろ向けください。各駅に止まります。区間快速の秘伝の駅は岩岡一番通れば停車する電車を戻してください。
念します。関空快速は本日臨空タウン行きとして運転します。関西空港までお越しのお客様は臨空タウン駅で下車後、関西エアポートが運行する連絡バスをご利用ください。詳しくは係員にお尋ねください。Attention please. Rinku Town Station is the final stop of this train today. For passengers going to Kansai Airport, please get off at Rinku Town Station and take the free shuttle bus. Please ask our staff for further information.クバトルです。クバトルを出ますと次は記念乗り場があります。お出口は左側です。廊下でお話をしてください。この電車次のひねなくてひならしをいたします。前の4条1号車から4号車までが関空快速の臨空タウン行きです。臨空タウンから関西空港方面は連絡バスをご利用ください。後ろ4条5号車から8号車は各駅に停まります。岸寄快速は関西行きです。お降りの際は上陸のボタンを押してください。ドアが開きます。ご協力をお願いいたします。
関空快速の臨空タウン行きです。後ろ4両が各駅に止まります。周知快速は関連機です。前の4両の臨空タウン行きが先に発車いたします。ご注意ください。ご乗車はドアのボタンを押してください。ドアが開きます。ご協力をお願いいたします。臨空タウン機まもなく発車します。